はい、どうもこんにちは。Uber Eats 配達員のもきちでございます。今回は Uber Eats 配達の初心者の方向けに住所の探し方、読み方についてご説明したいと思います。まあ、読み方っていうのは漢字の読み方とかではないです。住所の読み方、探し方って何それ常識じゃんって思うかもしれないんですけど、 Uber Eats をこれから始める方とか今やってる方で運送業とか郵便局で働いて物を届けるっていうことをやったことがない人がほとんどだと思うの で、最近はどこへ行くにしてもお店とか行くにしても Google マップで行くと思うので、リアルな住所をまじまじと見ることってそんなにないと思います。で、しかも最近は Uber Eats のアプリで建物名が出ないっていう不具合も出てるので、建物名とかピンとかに依存せずにリアルな住所を見て探し当てることも可能になるかと思います。もちろん Uber のアプリとか Google マップでこと足りるっちゃ足りるんですけど、まあリアルな住所の見方とかも覚えておけば少しは役に立つかなと思って動画にしてみました。で、特別なことは何も言わずに当たり前のことしか言わないんですけども、最後までお付き合いいただければと思います。そしたら配達先の住所が Uber Eats 町 1-23-4 だったとします。これは1丁目23番4号っていうことですね。で、ピンの位置に近づくとこういう一区画の中に配達先の建物があったとします。で、この区画なんですけど、これが住所でいう番になります。なので Uber Eats 町 1-23-4 でいうと23の部分になります。で、実際にリアルの世界でこういう風に区画の角に分かりやすく縦の表示で Uber Eats 町1丁目23っていう風に書いてます。で、このそれぞれの建物は住所の最後の部分の5が割り振られてて、1から通し番号になってます。なので1、2、3、4、5、6、7、8みたいな感じで増えていって、一周すると1に戻ります。で、これがどっち周りに増えていくとか、で、どこを基準に1が始まるかっていうのはすいませんけどちょっとわからないです。なので Uber Eats 町 1-23-4 はここっていうことになります。で、ほとんどの建物にこういう風に番と号が表示されたプレートがついてます。でもプレートがついてない建物も結構あります。で、通し番号になっているので配達先に来てプレートがなくても建物に近づいた時に並んでる建物のプレートを見て、はい1来た、次は2、次は3で、ここプレートないけどここが4だなっていう風にプレートがなくても探し当てることができます。プレートがついてなくても並んでる建物の番地と号のプレートの表示を見ておけば、建物名とかがなくても自信を持って入館することができます。で、ピンの位置もたまに正確じゃないので、そういう時はリアルな住所が結構役に立ちます。で、これはマンションの入り口がわからなくて回り込んじゃう問題も解決することができて、例えばこんな感じで区画の中に大きなマンションがあったとします。この時パッと見マンションの入り口がどっちにあるかわからないんですけど、で、アプリ頼りに近づくと、あー違ったみたいな感じで回り込んじゃうっていう現象が起こります。で、例えばこういう風に近づいたとするじゃないですか。で、この時点で角の建物が23-7だったとして、次の建物が23-8だったとします。で、番号が増えていってるので、この時点で入り口が逆にあるっていうことに気づくことができます。で、引き返して回り込んだら23-4にたどり着くことができます。で、あと困るのが住宅地によくあるんですけど、同じ番、同じ号の住所の建物がたくさんあることがあります。で、こういう時はピンの場所を確認したり、お客さんからのメモを見るなりして対処が必要です。で、メモに表札の名前とかが書いてることもあるので確認してみてください。で、自分は一回同じ住所の複数の建物の前で右往左往してたら、近所のおばさまが出てきて、誰のお宅みたいな感じで聞いてきて、あ、誰々さんのお宅ですっていう風に言ったら、あ、それだったらそこの細い道を曲がって2番目のお宅よみたいな感じで教えてくれて助けてもらったことがあります。あとは普通に同じ通りに同じ号の建物が2つとか3つとか並んでたりするので、そこはピンの位置とかそれぞれの建物が住居っぽい建物かとかで、一軒家が2つ並んでるとしたら表札とかを見て判断するのもいいかと思います。
例えば Uber アプリに表示されてるイニシャルの名前があったとして、 N なんとかとかだったりしたら、例えばこう西岡と田中が並んでたら、あ、西岡さんの方だなっていう風に判断するのもいいかと思います。はい、というわけで今回は住所の読み方、探し方についてご説明してみました。はい、そしたら今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。